1999年2月16日の日食は、1999年2月16日に観測された日食である。南アフリカの離島プリンスエドワード諸島とオーストラリアで近間日食が観測され、アフリカ南部、マレー諸島、オセアニア西部、南極大陸及び周辺の一部で、 部分日食が観測された、金管帯が通過した、金管日食が見えた地域は、南アフリカの離島プリンスエドワード諸島のマリオン島北部とプリンスエドワード島全島、オーストラリアの西オーストラリア州からヨーク、三崎半島南部までの範囲だった。また、金管日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アフリカ南部、マレー半島南部、南沙諸島南部、 マレー諸島のほとんど、パラオ、マリアナ諸島、ミクロネシア連邦中西部、オーストラリア全国、ニュージーランド全国、メラネシアのほとんど、南極大陸のほとんど。南極大陸のヴィアクヤのある一部の地域では、深夜0時をまたいで2月15日から2月16日まで、または完全に2月15日に日食が見えた。近艦隊がオーストラリア国内で通過した地域はほとんど晴れだった。 そのうち、西オーストラリア州にあり、オーストラリア国立新宅に管理されている多くの古代の建物がある群れネフも、近間隊の中央線に位置し、多くの科学者とメディアが集まった。アメリカ航空宇宙局ゴダード宇宙飛行センターの天体物理学者、フレッド・エスペナック、ウィリアムズ大学の教授 J ・パサチョーフ、日本からの大規模な観測グループなども含まれた。 この金管日食の時、月の本影のシャドウコーンの先端が地球表面に非常に近いため、金管色の食分は非常に大きく、地球上から見る月と太陽の外周は非常に金閣、月面の円にある凹凸の山のため、普通は回帰日食の時しか見えないベイリービーズが見えた。また、 太陽の光球のほとんどが覆われたため、食の最大の時の前後には、再送が撮影できた。ありがとうございます。